はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、福袋ガチャでですね、まあ、回した方はそれなりに、まあ、1回につき40ソックス、金ソックスもらえますので、さあ、結構ね、溜まってきたんじゃないかなと思うんですね。まあ、人によってはまあまあ溜まっただろうし、ちょっと手出ししても、まあ、それなりに溜まってはいると思うんですけれども、じゃあ、この大量に手に入れたソックスってどう使えばいいのかっていうのをね、まだいまいちわかってない人もいると思うので、 まあその方たちに向けてちょっとアドバイスを今日はできたらなと思いますのでよろしくお願いします。まあ要は誰に、まあどのセンスに使えばいいのかっていうのはね、なかなか難しいところであります。まあ正直僕もちょっと難しいところであるんですが、まあソックスを使う基準ってどれぐらい ね、緩いのか、まあ、それとも厳しく見た方がいいのか、それともね、ステータスアップセンスにつけるのがいいのか、それとも e p 優先した方がいいのか、とかね。まあ、いろんな悩みがあると思うので、まあ、それに踏まえて解決できるように、はい、今日は皆さんと、えー、皆さんとというより皆さんにお話ししていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。ということで、じゃ早速中身に行きたいんですが、じゃまずこのソックスって何なのかというところね、まあ、一応ちょっとね、いつも通りつかみとしてお話しさせていただきますと、こちらです。 はい。えーソックスの役割なんですが、まあ、センススロットレベルというものを上げてセンスを強化する役割ですね。まあ、横のレベルが上がることによって、そのセンス、例えばステータスアップだったら、そのアップの上昇値が上がったりとか、EP だったらその稼ぐ EP のパーセントが上がったりとかね。まあ、そういった感じで、まあ、スキル、えー、スキルじゃない、センスをね、強化するものになっております。ということで、まあ、より強くするために必要なものですね、選手カードをね。はい。 ただそのためにはまあそもそものセンスもそれなりにいいやつがついてないとまああんまり効果は出てきにくいのかなっていうところがね現状にあるかなと思います。であとですねまあここでちょっとついでに言っとくとソックスってあの引き継ぎ7割に当てはまるんですよ。例えばフュージョンとかするじゃないですか。で別のカードに乗り換えようとした時に例えばソックス振ってたとしても、まあ、7割。 しか例えば次更新したいなってなってそのソックス振ってる選手がいたとしたら7割しか引き継がれないのでそこはね気をつけてくださいはいこれたまにねごっちゃになってる人いると思うんですけどソックスレベルもちゃんと7割しか引き継がれないんでね10引き継がれないんでね、まあ、他も、まあ、7引き継ぎ基本まあ乗り換えは7引き継ぎと思った方がいいんですけれどもはい7割引き継ぎなのでここもね気をつけてくださいなのでつぎ込む選手ねなんか直近で あのー、もし乗り換え予定とかがあるんだったらそういう選手にはちょっとなるべく使わない方がいいかなと思いますね。はい、で次、えー、ソックスを使うべきセンス。うーん、まあこれもね、難しいですよね。EP に使えばいいのか、ステータスに使えばいいのかっていうところがあると思うんですが、まあ、これはまあ個人によって何を重要視するかで変わってくると思います。まあ、例えばリーグを重視してるのか、もしくはクラチャン重視してるのか、これで正直使い道変わってくると思います。 まあ正直な話、まあそうですね、難しいですけどね、まあどっちもっていう人は、うん、この後の話にちょっと通ずるとこあるんですけれども、まあどっちもっていう人もいると思います。別にそんなに、別になんか圧倒的に傾いてるわけじゃないな。リーグに傾けてるわけでもなく、まあ両立してやってるよっていう人もいると思うんで、まあそういう人にはね、ちょっとこの後の話がちょっと重要になってくるかなと思うんですが、まあより偏ってる人は、うん、 まあどっちかに寄せていいんじゃないかなと思います。自分の目的のために育成に使ってほしいなと思います。ただですね。まあさっき言った通りこれ、まあ大体リーグとクラちゃんというね、大まかな分け方をしたんですけれども、分かれてくると思います。まあ要は誰に使うかという基準がね。まあただここに共通認識も当然ありまして、この今日は共通認識のところのお話を、ちょっと詳しくというかまあ重点的にをやっていきたいんですけれども、まあ要は、 あの、どこに重要視するかによって、別にその使うべきセンスなんて、まあ要は人によって違うわけですよ。EP に使うのか、それともステータスアップに使うのか。まあ大体この2つで分かれると思うんですけど、まあこれは分かれてくるってなった時に、まあただ、この2つ分かれてもいいんですけれども、ここだけはちょっと押さえてほしいなというところがありまして、それがこちらです。はい。ソックスを使う時の共通認識としましては、 ソックスはむやみに使うよりも高いレベルで仕上がった選手に継ぎ,込む継ぎ込むべきです。はい。これは例えばまあスタメンが11人いるとしましょう。その選手に平均的に継ぎ込むよりも、一人にドガンっていった方が <laughs>、いいんですよっていうところですね。まあ特にクラちゃんとかはそうじゃないかな。うん。平均的に稼ぐよりもその一人稼げる選手がドガンって稼いだ方が、より稼ぎやすい状況に持っていける可能性は上がるんじゃないかなというところですね。 まあ、ステータスアップではね、ちょっと難しいとこありますね、正直ね。まあ、各ポジション大事ですから。まあ、でも、まあ、この仕上がったってどういうことなのかっていうところがね、またちょっと入ってくると思うんですけれども、仕上がったっていう状態がどういう状態を言うかというと、これもちょっと個人差は正直あると思うんですけど、本当にリッソ、4センスあるじゃないですか。ボナセン、ね、普通のセンス3つ。このうち、もう4つ完璧に仕上がって、もうこの選手は火の打ちどころがねえなぐらいの、 <laughs> 仕上がり方をした場合はつぎ込んでいいんじゃないかなと思います。まあ要はクラちゃんとかだったらもう金1ピバンバン入っててねクラブリンクも入、まあ、クラブリンクはまあそれぞれありますけどまあしっかりとね稼げそうな状態になった時でええー、まあステータスアップで言えばしっかりとステアップセンスがバンバンいいのがついて例えば攻撃選手にオフェ金オフェとかがバンバンね23個とかついててとかね,ねスキルもいいとかうーん。 まあそういった絶対的な存在になれそうな選手が出てきたときにまとめてその選手にえドンとつぎ込むべきじゃないかなと僕は思います。はい。なのでまあそこはまあむやみに無駄遣いみたいな感じになっちゃうのでいろんな選手に使っちゃうとね。まあそこはねちょっと気をつけてほしいなというところですね。はい。まあ特にね、あの、そんなに課金とかしない人っていうのはなかなか金ソックスってこういった、まあ、ガチャでまとまってね、 追加、追加というか、まあ、ね、あの、追加っておまけね。で、来る機会とかじゃないとなかなかね、特に金ソックスはね、あとはもう入れ間の交換とか、まあ、ちょこちょこなんかイベントでもらったりとか、ほんとそのレベルでしかもらえないので、ここはね、せっかく手に入ったものはね、結構慎重に大事に使うべきだと僕は思います。はい。本当に使いたい選手が来た時に使うべきだと思うんで、ここだけはしっかりと覚えておいていただければなと思います。ということで、 えー、つまり、ま、大事なことって何なのかというと、まあ、さっき言った通り、平均的にばらまくんじゃなくて、4選手仕上がった選手に重点的に使い対象がいないなら、もう保管するというのがベストですね。今回の、はい、ソックスが入った時ね。なので、まあ、無理して使わなくていいよっていうところですね。はい、ここはしっかりと、まあ、保管するなら保管するでいいし、まあ、本当にもう絶対的な存在が、まあ、ステータスアップ目的でもいいし、まあ、EP でもいいんですけど、まあ、どっちでもいいんですが、 そういった存在がもしすでにいるのであればそういった選手に、あのー、まとめて使うのがベストかなと個人的には思うので、まあ、そこはね本当しっかり皆さん損をしないように、えー、慎重にここはなった方がいいんじゃないかなと思います、まあ、なので育成とかよりもちょっと,重ちょっと、うん、慎重に使うべきかな多分ミサンガ使うとかスパイク使うとかよりももっともっとあの慎重に使うべきだと思いますのでそこはね 使う際は是非ね気をつけて、えー、後悔しない、ように使って欲しいなと思いますはいといとうことでね、まあ、今回は、ソックスの話についてちょっとやっていったんですけれども、まあ、昨日ね、ちょっとリクエストがありましたので、動画早速作ってみました。はい、これ結構迷ってる人、ね、いるんじゃないかなと思うので、よかったらね、参考にしていただければなと思います。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。